皆さんこんばんは。今週もフットスタイルトークライブをお届けします。よろしくお願いします。今回のゲストは、はい、サンフレッチェ広島レジーナゴールキーパーをしています久本美穂です。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、背番号9番フォワードの上野真美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福本選手は初めまして、そして上野真美選手は一度特集で取材にお邪魔したのでお久しぶりです。です。今日お二人は今ご自宅ですか？はい、はい、もう夜ご飯は食べられましたか？食べました。何食べられたんですか？今日は豆腐ハンバーグ作りました。ご自身で作られたんですか？まあ、はい、適当に。豆腐ハンバーグって作るの難しそうですね。いや、どうなんだろう、まあ、難しくはないです。適当に。健康を考えて豆腐にされたんですか？いや、なんか友人に教えていただいて、作ってみようと思って作りました。じゃあ初めて。2回目です。美味しくできましたか？まあ、はい、まあまあです。いや、きっと美味しかったんだろうなと思いますけど、上野選手はもう夜ご飯食べられましたか？はい、食べました。うん、何を食べられたんですか？今日はロールキャベツを作りました。お、このロールキャベツは仲良しの山口千尋選手が今日は作ってくださったんです。いや、違います。自分で作りました。自分でも料理されるんですね、上野選手。はい。なんかいつもお話聞くと、山口選手にこれ作ってもらったんですってお話がよく聞くので。いや、まあかなりお世話にはなってるんですけど、まあ行く時にまあいろいろ教えてもらったりとかしてて、自分でも作るようにしてます。じゃあロールキャベツは教えてもらったレシピですか？そうですね。もらったんで、その時に教えてもらったので。素敵、上手にできました？まあ、それなりに。わあ、やっぱり皆さんご自身でちゃんと料理されるんですね。はい。偉い。ちなみに昨日はバレンタインデーでしたけれども、選手の皆さん、インスタ見てみるとめちゃくちゃたくさんのチョコレートもらってましたね。はい。福本選手、たくさんもらってましたけど、いかがでしたか？はい、バレンタインデー。いや、もうその、まあ、何個かいただいたんですけども、うんうん、今なかなかファンの方と交流する機会がない中での企画だったので、一個一個のチョコレートにこうお手紙も添えてもらって、でも本当に嬉しかったです。確かにお手紙ついてると嬉しいですよね。はい、ね、そうです。上野選手はいかがでしたか、バレンタインデー？まさかなんかもらえるなんて思ってもなかったので、まあその企画をしていただいた東郷広島店の方々に本当に素敵な企画だったので、チョコレートもそうなんですけど、何よりお手紙がすごく嬉しい。どんな内容のお手紙なんですか？やっぱり、まあ、応援してるっていう、まあ、頑張ってねっていうところと、まあなんかなんだろう、自分はなんかいつもなんか頑張ってるみたいなことを書いてあったので、うん、なんかもう本当感動しました、本当に。いやー、そうですよね。まあ、今コメントにもですね、まあ、今のご時世難しいかもしれないんですけど、大須の旦那さんから手作りチョコレートはありましたかっていうふうに言ってますけど、いかがでしたか？手作りは今日チームメイトからいただきました。おお、どなたから？ゴールキーパーの好み選手と、
あと山口選手と、あと塩田選手。好み選手ですよね。私も実は好み選手からインスタグラムでメッセージをもらいまして、今見せてもよろしいですか。これ見えるのかな。あら、これ見えてますか。これですよね。好み選手が手作りした。あ、はい、それはい。福本さん見えてないですかね。このトリフチョコレート、めちゃめちゃすごい。3種類もありますよね。はい、そうです。もう今朝もらった瞬間に福さんとか言って、うんうん、持ってきてくれて、もう可愛いなと思って。もう食べられましたか。はい、美味しかったです、とても。うーん、いやー、この店じゃ本当にいつもお世話になっているのでプレゼントしましたっていうふうにおっしゃってました。本当に嬉しかったです。はい、上野選手はいかがですか、手作りチョコレート。あ、もう今チームメイトから、うん、まあ、その山口がチーム全員の作ってくれたりとか。あ、山口千尋選手、ま、はい、まあ、もう全員分。なんか前はすごい、あ、そうだね、特徴的な、そうなんですか、特徴的なチョコレート。これってなんかたこ焼きみたいな形をしている。たこ焼きみたいな、お見た目がたこ焼きなんですね。そうなんですね。発想がすごいなって思いました。あ、それはあえてたこ焼きに似せてるんですか。うん、あ、はい、そうですね。発想が面白いですね。見た目たこ焼きだけど食べたらチョコレート。うわー、気になりますね。いや、でもちょっとあれだね、リオも作ってくれたね。あ、そうです、ね、リオとピンちゃんもスタバを差し入れてくれて。あ、金賀選手ですか。はい、あ、いや、金賀選手は全員分のスタバを。そうです。日曜日に試合だったんですけども、その後にみんな寒い中やってたんですけども、その後にあったかいスタバのコーヒーを差し入れしてくれていただきました。ステーキ体に染みますね、寒い中の温かいのよ、ね、はい、いや、本当に幸せそうなバレンタインで羨ましいです。では続いての話題に参ります。後半戦巻き返しに向けてレジーナは来週21日から25日の予定で鹿児島県の指宿でキャンプということなんですけれども、チームとしてそして個人としてこのキャンプで意識して取り組みたいことって何でしょうか、福本選手。そうですね、開幕前にも指宿でキャンプをさせてもらって、まあ、今回で2回目になるんですけども、まあ、やっぱりこうやってみんなと、まあ、食事も、まあ、練習も練習時間練習後も、まあ、ずっと同じ時間を過ごせることって、まあ、普段ないので、まあ、練習の中で起きたこととかを、まあ、細かく話したり、なんか、まあ、細かいところをみんなでこう詰めていけて、後半戦に臨めたらなって思います。確かに今コロナ禍でなかなかこう選手同士でコミュニケーションを取るのも難しくなっている中、このキャンプのこの21日から25日っていうのは本当に大切なものになってきますよね。そうですね、はい。上野選手はいかがですか。リーグ再開前っていうのもありますし、まあ、今福さんも言ったように、共に、過ごす時間っていうのはすごく大事にしていきたいなと思いますし、もう、まあ、前半戦で出た課題だったり、修正する部分っていうのを後半戦しっかり、巻き返せれるように、まあ、まずは一試合試合勝てるようにしていきたい。オースの旦那さんからキャンプでの楽しみは何かありますかっていうコメントが来てます。福本さんいかがですか。なんか大変だとは思うんですけど。
食事が楽しみです。おお、食事はい、もうめちゃくちゃ美味しくって、もう帰るのが嫌になるぐらい毎食楽しみ、合宿所で食事が出るんですね。はい。どんな料理が出るんですか。どんな、まあ鹿児島のものもあっずっとあったよね。まあ、鹿児島のもの、まあ、毎日、うん、毎日もうとりあえず朝昼晩全部美味しくって、あ、帰ってもう寂しくって食事が辛かったです。確かに広島に帰ってきても、あの福本選手鹿児島出身だからよりこう食事が難しいなっていうの思いもありますよね、きっと。そうですね、はい。上野選手はこのキャンプでの楽しみは何かありますか。自分も食事のところです。あ、やはりそんなに美味しいんですか。種類もたくさんありましたし、フルーツとかも取り合いでしたよね。フルーツ取り合うんですか。美味しい。取り合うってどんな感じで取り合うんですか。もうとりあえず食べたものをいっぱい取るみたいな感じで。あ、ブッフェスタイルなんですか。なんか一人なんか給食みたいな感じのイメージなんですけど、今お盆に持ってブッフェスタイルですか。そうです。じゃあ最初の人が、最初の選手がたくさんフルーツ取ったら後の人ないみたいなことも起こりますか。そうです、そうです。はい、そんな取るなよみたいなこともあるんですか。もうなんかないないみたいな感じで言ってる後ろの人たちとかなんかよく言ってました。その取る順番はやはりこう年功序列で福本選手、金田選手から続けて、いや北順です。北順。じゃあ自分の好きなものを好きなだけ食べたい人はもう一番乗りするしかないってことですね。もう遠慮なし、はい、やっぱりこう、まあ、もう福本さん、福本選手すごく優しいって皆さんおっしゃってますけど、なんかちょっと、あ、フルーツなかったなボソみたいなのはないんですか。全く言わず平等にそこは。そうですね、はい。大須の旦那さんから今度食事の写真をインスタに上げてください、興味がありますというふうに来てます。わかりました、上野選手がやってくれると思います。というふうに先輩からパスが来てますが、上野選手いかがでしょうか。あんま副3回言われたらそれはもうやります。なんかあのすごいお二人見てると、あの年関係なくすごく近いなというふうに感じますけれども、やはりこうお二人で遊びに行くこととかってあるんですか。いや遊びに行くことはないですけども、うん、あのまあ、上野選手こうやってなんかこうちょっとクールそうに見えるじゃないですか。見えます。もうすごい私に対してもこうしなんか後輩ですみたいな感じなんですけども、全然違いますからね、本当に。違う、全然違うですか。すごい、すごい舐めてますから。すごい舐めてる。なんかどういう時に感じますか。でもいちいちあの練習中にあの自分のゴールから手を取るとよっしゃみたいな感じで、もう自分が顔を上げるまでこうこっち見て、あ、今のは無理ですねみたいな感じで練習してきたり、もう練習終わってダウンしてたら今日は自分の勝ちですねみたいな感じで言ってきたり。マジで。結構です。あの上野選手から絡みに行くんですね、福本選手に。そうなんですよ。上野選手いかがですか。やっぱりそれは好きの裏返しですよね。まあいつもあの勝負してる気持ちな自分は。そうなんですか。いつも福本選手と勝負している。だからもう先輩後輩関係なくもうライバルということなんですか。なんで福さんから点取ったらもうめちゃめちゃ嬉しいんで、すぐいやこっちはあの 気を使ってあの手を抜いて、まあ、マミに決めさせてあげてるんですけどね。大人の余裕が。そうです、気持ちよくこう試合に臨めるように。なるほど、手加減してあげてるよ。そういうことですか、上野選手は。いや結構全力で飛んだりしててめっちゃ気があるんですよ。全力で飛んでる。
めっちゃ悔しがってて。へえ。全然手抜いてないってことですね。はい。まあまあまあ。なんか今だからこう言いたいこととかこうお互いの印象って聞いてもいいですか？いやまあ本当にいやクールぶってるだけでマミはもう全然こう、まあ、いたずらっ子っていうかまあいつもゴヤ選手とかマスヤ選手とかと一緒に誕生日とか水をかけてお祝いするんですけども、うんまあ、その時とかもう自分全然誕生日でも何でもないのに後ろからこうバーってかけられたりいつもなんかそういうことをやる人ですこう見えて。いや私その場面私見たことがあって取材行った日たまたま監督の誕生日で夏みんなで掛け合ってる中上野選手をちらって見たら上野選手だけ監督じゃなくて全然誕生日でもない選手に水をかけてたのを私見てます。そうなんです。そういうことばっかりやってるんです。いたずらっ子なんですね上野選手。そうなんですよ。確かに練習風景とかこう試合見てると本当にかっこよくってクールそうだなっていう印象なんですけど、こう周りの方の周りの選手の話を聞くとめちゃめちゃいたずらっ子ですってやはりね皆さん口揃えておっしゃってる時のこの上野選手のこのはにかみ具合も可愛いなと思って見てました。はにかんで笑うところがすごく個人的に好きです。いや照れてんじゃねえよ。ちなみに会場にガラガラがあるじゃないですか選手ので、引いたら私上野選手のタオルだったので、上野選手のタオル持ってます。大事に家で使っております。ちなみに上野選手はこう福本選手どういう印象です か、 なんか最初の印象と変わったところとかありますか？印象は、まあ、まず福さん高校の大先輩なんですよ。おで神村学園ですね。あ、はい。でまあその自分が高校生の時の、まあ、監督にもうずっと福さんのことを聞いてて、もう人間性がまず素晴らしい人だっていうのは聞いてて、まあ初めましての時にもうすごいなんか福本美穂ですみたいな感じ、本当に礼儀正しくて、でまあさっきなんか言ってたようにもうすごく優しいじゃないですか、うん、なんか、まあ、自分がその水とかかけてもなんか喜んでるっていうか喜んでねえわ。喜んでる。嬉しそうに人間はあってるんで、なんかその TikTok にも載ってるのかな、なんか最年少の柳瀬風奈が福さんに水をかけてるいたずらみたいなやつで、はい、TikTok で配信しました。でもなんか全然こう怒った姿を見せないっていうか、いや怒ってないけど喜んでないからね全然。え、福本選手喜んでないでいいんですか？実は嬉しかったりしました。全然喜んでない、嬉しいみたいな。もうなんかもう仏のような人だなって思う。いや、やめてやめて。そうですよね。いや、どれだけ仲が良くても先輩に水をこうかけるっていうのはなかなかできないんですけれども、やっぱ福本選手の人柄と愛されるからこその後輩からの水かけなんです。かなり舐められてます。いや、やっぱ実力もあってこう人柄もあってだからこそだと思うんですけれども、でも最初からも尊敬していて、会ったらますますもう尊敬が増したっていう感じなんですかね。逆です。いやもうまさかになんかやれるなんて思ってもなかったんで。じゃあ今一緒にこう憧れの選手と毎日練習できてるっていう。めちゃめちゃ嬉しい。嘘つけ。
いやコメントでもすごく仲いいのが伝わってきました。福本さんいい笑顔っていう風なコメントが来てますよ。やばい。でちなみにあのキャンプの話に戻ると、逆にキャンプ中になんかここ困るなっていうことってあるんですか？あの指宿って温泉が有名なんですけども、やっぱり今コロナなので、あの夏のキャンプもそうだったんですけど、多分今回も温泉に入ることができないので、それが残念です。選手みんなで一緒にこう大浴場っていうのが今はできないんですか？そうです、はい。うわ、確かに。じゃあお部屋で一人でシャワーっていう感じなんですかね。はい、いやお風呂一緒に入ると絆もこう深まりますよね。まあそうですね。そんなことあれ？そんなことなかったような感じがしますけど、上野選手はあのキャンプで困ることありますか？困ること、まあでも声援とかになりますね、やっぱり。もう一度いいですか？すいません。自分は温泉、湯船に浸かりたいっていうことですかね。湯船に浸かりたい。でもシャワーだけだとちょっと疲れが取れなかったりしますもんね。はい、なるほど。早くコロナが明けてみんなで温泉浸かりたいですね。はい、はい。あの鹿児島、その指宿、鹿児島出身のこの福本選手から見て、この鹿児島のおすすめスポットとかグルメって何かありますか？はやっぱり温泉がよくって、あのなんか玉手箱温泉だったかな、なんか名前があってかよく分かんないんですけども、なんかあのもう露天に入ったらもう海が見えるところがあって、そこが本当に気持ちいいです。玉手箱温泉、多分玉手箱温泉だったかな、はい。だから帰省したら必ず行きます。へえ、わあ、気になります。はい、最高です。もう温泉って言ったら熊本もあの上野選手有名ですよね。なんかこう熊本でおすすめスポットとかってありますか？12歳までだからあんまり記憶がないんですかね。熊本のおすすめ、熊本の黒川温泉もありますし、熊本城もありますし。あ、熊本城はおすすめだと思います。今天守閣がね新しくなってちょっと被災してしまったんですけど、新しくなって公開も始まったので、あ、そのふるさと納税で熊本城主になれるふるさと納税があるんですけど、私応援する意味でそのふるさと納税買いました。なので熊本城主です。すごい、そういうのあるんですよ。そうなんですよ、手形が届きました。ということです。あのサンフレッチェ広島レジンナはあの次、来月5日アウェーでマイナミ仙台と、そして12日は日テレ東京ベレーザをホームに迎えますが、福本選手、上野選手、後半戦への意気込みを教えてください。そうですね、まずゴールキーパーとして、まあ、失点の数を減らして、で今2勝しかできてないので、もうとにかく目の前の試合にも全部かけて勝つことだけを考えて、みんなでとにかく勝ちたいです。上野選手はいかがですか？まあ、個人としてはやっぱり得点っていう、ところにこだわって、得点という形でチームに貢献していきたいと思いますし、まあ、まずやっぱりホームで、勝てるように、またより多く皆さんと喜び合えるように頑張っていきたいなと思います。上野選手の開幕戦でのゴール本当に見ながらワクワクしました。後半戦も活躍楽しみにしてます。はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。お、風の又三郎さん、後半戦期待しています。あ、他にもですね、砂風呂もダメなのっ
ていう、こちらの質問は鹿児島のキャンプでの話ですかね。砂風呂有名なんですか、鹿児島。砂風呂、はい、有名です。おお、砂風呂もダメなのっていう風に質問が来てます。砂風呂もダメです。ダメダメなんだ。はい、あのゆうさんから、砂風呂に福さんを埋めたがる小屋選手、上野選手の姿が目に浮かぶ埋められそうですか埋め返しますということです。上野選手埋めますあのぜひその様子、あの TikTok とかで配信してくださるとサポーターも私たちも喜びますありがとうございます。皆さんもあの福本選手の笑った顔が可愛すぎます、ぜひ地元での勝利を数多く見たいですなど、本当にたくさんコメント来てます。出てます。あの最後になりますが、あの地上波でやってみたい企画などありますか。福本選手、あ、じゃあ上野選手から。はい、自分はあのクイズ大会みたいなものをやりたい出ましたね。あの前一度取材した時も、上野選手はなぞなぞにハマってるということで、私たち取材陣に対してもなぞなぞを出してくださいましたよね。何でしたっけ、なんか 豚が離婚する食べ物豚が離婚する食べ物、皆さん分かりますか、あの豚が離婚する食べ物。あ、でもこれ特集に出したから、もしかしたら特集ご覧になった方は答え知ってる方いるかもしれないですね。皆さんコメントで待ってますよ。ちなみに大食い対決なんかはどうですかっていう風に来てますけれど、福本選手。あ、いいですね。うちの選手結構食べる人もいるので。一番食べる選手ってどの選手なんですか。誰が、いや、自分じゃないですかね福本選手が一番食べられるんですか。まあ、結構あの年齢の割には結構食べます若い選手も、はい、浪江とか食べるかな、はい、何をたくさんたくさん食べられるとしたら何の食べ物がいいですか。まあ、自分好き、嫌いなものがないので、うんうん、もうキャンプとか行ったらもう片っ端から食べたいです全部、いや素敵、全部、いやすごい、やっぱり体力つけるのも大事ですもんね。そうです、はい、でも先ほどのなぞなぞの答え、上野選手よろしくお願いします。豚が離婚する食べ物、とんがりコーンです皆さん分かりました。トンが離婚、トンっていうのが豚で、豚が離婚ってことですよね。トンが離婚、が離婚する。夏末の選手の間で流行ってるんですか。今は全然あれなんですけど、ま、前はめちゃめちゃなんかやってましたね。確かにクイズ大会楽しそうですね。だから他に夏末ありますか。他に他に、カメとラクダとサイが買い物をしています。何を買うのでしょうか。カメとラクダと、はい。もう一つ動物何でしたっけ。サイです。サイ。福本選手分かりますか。いや、すいません、今すごい考えてるんですけど全く分かんないですいや私も全然分かんない。え、カメとタイと、タイ、カメとラクダです。カメとラクダか、あ、タイじゃなかった。とサイ、サイ、あ、サイ、サイショッピング、サイ買う、カメ買う、え、分からない。え、皆さん分かりますか。いや難しいってコメント来てる。え、答え何ですか。答え言っちゃっていいんですか。え、もうちょっと考えますか。え、カメ、ん、答えお願いします。カメラです。え、
なんでですか？動物の名前をゆっくり言っていくと、カメとラクダとサイなんで、カメ、ラクダ、サイになるんですよ。なるほど。カメラです。カメ、ラクダ、カメ、ラクダ、サイ、カメラください。順番大事だったんですね。あ、そうですね。順番大事。うわー、わからなかった。福本選手、カメラ。悔しいですね。はい。悔しい。やった。当てたかったな。カメラください。でもすっきりしました。ありがとうございます。ここでですね、皆さんに告知があります。この後深夜1時5分から放送、サンフレ応援森崎浩二のブッダースタイルは、レジーナのスタジアム DJ 掛本智子さんと J リーグピッチサイドリポーターの住谷彩香さんをゲストに迎え、今シーズンのサンフレッチェ広島を独自目線で分析しています。ぜひご覧ください。さらに19日土曜日午後2時から広島ホームテレビで地元開幕戦を生中継します。解説は森崎浩二アンバサダー、実況は坂井雅樹アナウンサーでお届けします。このキックオフ直前に、こちらのフットスタイルの YouTube でもトークライブをするそうです。出演はゴッホさんがしてくださいます。で、皆さんこの後深夜1時5分から19日土曜午後2時から、それぞれホームテレビでよろしくお願いします。で、今日は福本選手、上野選手、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、では見てくださってる皆さんに一言ずつお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。後半戦上野選手がいっぱい点を取って勝ってくれると思います。私もしっかりゴールを守って勝ちたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。上野選手いかがですか？はい、いつも応援ありがとうございます。得点を取ってみんなと、喜びを、分かち合えるように頑張っていきますので、一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。次は決めたとき、フォトフレーム、記念のフォトフレームで、ぜひ上野選手の顔が見えるバージョンのフォトフレームを期待しています。多分皆さん本当に仲がいいので、多分点取ったときにみんながこう抱きつきに来てて、上野選手の顔が見えてなかったですもんね。そうです。それにカメラの位置確認しておきます。そうですね、次は点決めたらカメラの方に向かって、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。ま、YouTube チャンネル登録、そしていいねボタン、どうぞよろしくお願いします。今日は最後まで見てくださってありがとうございました。また来週。ありがとうございました。